これは、とある日の出来事、暇だったから、適当にツイッターでフォロワーさんからのリプに返信していたら、ソーセージレジェンドの公式に、いいねされました。どんだけ深くエゴサーチしてんだー。やばいやばいやばい、このままだとチャンネルが存続の危機なので、謝罪しに行きましょう。このチャンネル謝罪が薄すぎんだろ。ソーセージレジェンドのツイッターを見ていたら、開発者のミルクさんは、ママにゲーム隠されたの人と、動物タワーバトルの人と一緒に、オフラインの展示会をすることを知りました。いや明らかにソーセージレジェンドが違いだろ。ゆるふわでなごむ。ゆるふわでなごむ。下ネタ一歩手前。明らかにゲームとしての並びおかしいだろ。そしてこのクマはなんだー。それもソーセージレジェンドの開発者さんのゲームです。ちゃんと謝罪するために、行ってきました。ゆるゲーテン。右にいるのが、ソーセージのミルクさん。左にいるのが、ママにゲーム隠されたのハップさん。とりあえずツイッターの件について謝罪しようと思ったのですが、こんな張り紙を見つけてしまいました。ソーセージレジェンド挑戦者募集。作った開発者に勝てばグッズをプレゼント。というわけなので、開発者とソーセージで戦ってきました。いや、見た目があったらポケモン勝負かよ。しかし、カリナここで痛恨のミス。ビデオカメラなんて持ってないから、スマホで戦いの様子撮影すればいいと思ってたけど、自分のスマホでソーセージレジェンドやってしまったので、撮影の様子を撮るの忘れてしまいました。YouTuber として無能すぎんだろ。なので、画像3枚でまとめると。なんで謝罪しに行ったのに開発者ぶっ倒してグッズまでもらってんだー。そして、ここからが予想外の出来事。普通にでかいモニターで開発者とバトルしていたため、遊びに来ていた10人ぐらいの学生さんたちにも、注目されました。ざわざわざわ、光菜ってあの光菜？マジ？本物？そう、この光菜チャンネル、ソーセージレジェンド界隈では有名なのです。コメントが狭すぎるわ。そんなわけで、開発者に謝罪しに行ったはずが、開発者がお客さんと戦うスペースで、光菜がフレゼンをやることになりました。ごめん意味わかんなすぎるんだけど、こんな意味わかんないイベントに来る人は、半端なくガチ勢なので、光菜のトロフィー数が862に対して、レッドスターさん、1770、ソセレ戦隊詰め替え用納豆さん、2126、リストラーズさん、2934、世界ランク1位です。みんなが手ですぎんだろー。写真は撮ってないのですが、周囲にいたソーセージレジェンダーたちも、みんなトロフィー数千を超えていました。1000以下なのは、光菜と開発者だけでした。それもどうかと思うけどな。ちなみに、フレゼンの結果は、一勝もできませんでした。いや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 。そして、グッズも売っていたので、いろいろ買いました。まず、一つ200円のマグネット。完全にヤバいの半分混ざってんじゃねえかー。とっても可愛い、とっても可愛い、まあかっこいい、これは何なんだー。そして次は、3000円の3着限定のソーセージレジェンド T シャツ。1000円で買える T シャツの中で世界最高品質のユニクロ U に、2000円プラスして、外で絶対に着たくない仕上げをした T シャツです。もはや2000円の無駄遣いだろ。そしてラストが、ハップさんの大百科。これを買うと、ハップさんがイラストを描いてくれました。動画 OK もらったので、ムービー撮りました。髪の毛から描いていくみたいですね。一気にハップさんっぽくなりましたね。これ普通に嬉しかったです。さらっと描いて、特徴が詰まってるのすごいよな。現地で会った皆さん、ありがとうございました。以上、ただのオフ会の報告でした。あれ、謝罪は？忘れてたー。